はい、こんにちは、ライムです。前回までのあらすじ、エスメラルダ可愛いよということでね、エスメラルダを多分探しに行くという流れなんですけど、まあとっとと行きましょうかね。前回確か宝箱は大体回収したような気がするので、奇跡の想定かなってどこに行くのかな。いてていてていて、どうだ。これじゃねえ、マップ。あそこにあれがあるね。なんだっけ、ポータル、ポータル、ポータル。ポータルなんてあったっけ。これマップがちょっと見にくいんだが、ん、上があった、上があったとは、こんなところがあったとは。宝箱あるじゃん。はい、リンクポータル、よいしょ。あれ、なんだ、敵が出てるぞ。どっかで、どこだよ。もう20秒以内に全ての敵を倒そう。落ちやがったあいつ。え、20秒以内って無理じゃないこれ。え、無理ゲー。落とさなきゃいけんのかな。ひたむきな無双。はっ、お、もうポータルがない。まあいっか。やっ、それ。多分こっちだよね。この辺の宝箱って取ってあんのかな。取ったっけ。ないよね。お、あったー、あったー。羽ばたける。やばい、入れ替わる、寝ちゃう。まあいっか、どうせ今ストーリー進めても多分中途半端なことになっちゃうだろうから、ここで一旦交換しておこうか。リンク変更、宝箱取ってないとこいっぱいあるな。寝落ちする、寝落ちしちゃう。はいはい、お疲れ。ということでね、でね、アタックブースト、まあ安定のアタックブーストですよ。これで残り
これで陸編を行きましょう。ラシデクローシュ。若干そらへん、あーこれがあった、忘れてた、これがあった、苦手なやつ、めちゃめちゃ苦手なやつ。ハチクイーンを倒せ。え、いけ、いて、なになになに、どうすんのこれ。は、あ、そういうこと？まずザコから倒せってことだったのか。そういうことか。来て。あと2体。当たんねえ、当たんねえ、はい終わり。これどうせまた C ドライバーなんだろ、知ってんだよ、 C ダイバーか、知ってんだよ、どうせ S ランクなんか取れないんだろ。B だ、 B。 何これ、ほんとなんかもらえるのこれ。君、ここでジプシーを見なかったか。いや、知らない。そうか、ありがとう。申し訳ありません、閣下、見失いました。いまいましいジプシーめ。こんなことではわざわざ呼び戻した甲斐がないな、フィーバス隊長。ありがとう、助けてくれたのね。エスメラルダよ。リクだ。ジプシーというのは聞いたことがないからな。なぜ追われてたんだ。フロローがジプシー狩りを始めたせい。私たちジプシーはただ自由を愛しているだけなのに、フロローは規律で縛りつけようとする。ついにはジプシー狩りのために警備隊長まで呼び戻したらしい。その執念には強い闇を感じるわ。闇を抱えるものか。フロローのこと詳しく聞かせてくれ。あんな奴のこと知らない。でも大聖堂でなら何か教えてもらえるかもしれない。はい、空と同じ流れ、結局行くんだよね。行く場所はまあ大体一緒だよね。フローローのことを聞きに大聖堂へ向かおう。宝箱を拾っとかねえと。
こんなとこにポータルが。そら辺ではなかったね。フレンドポータル。はい、大丈夫でーす。自前ので大丈夫でーす。どうだ？カリライオンレベル10。はっ。どはっ。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 敵使うやつは強いね。はっ。誰かいないか。どなたですか。俺はリク。僕はカジモドです。あいにく司祭様は出かけておりますので。いや、フロローのことを聞きたい。どこにいるか知らないか。ご主人様なら町外れの方へお勤めだそうです。フロローのことを知ってるのか。はい、もちろん。ご主人様は外の世界から僕を守ってくださっているんです。外の世界から守る。町の人が僕の姿を見ればいじめるに決まってるんだ。フロローにそう教えられたのか。人は見た目だけで判断できないさ。俺にも心を見抜いてくれた友達がいる。カジモドも外に出てそんな友達を作ればいい。そんな。ご主人様の言いつけで外に出てはいけないんだ。本当にフロローの言いつけだけなのか。カジモドをここに閉じ込めている理由は自分の心に聞いてみればいい。フロローは町の外れだったな。ありがとう。俺が言えたことじゃないな。めめ、町外れにフロローがいるということなんですけど、宝箱回収しないとね。宝箱回収しに行かないと。おや、こんなところにセーブポイントがあるぞ。なんだこいつ。ケロケロ世に挑むというのか。何こいつ。ドリームイーターをやっつけろ。はっ。いやはっ。はあれ、なんかすげえ増えた。どうだ。はあ。いって何もできねえ。どうだ。はっ。いや、消えろ。癒しよ。はっ。これまでだ。え、何こいつ、超 HP 高え。これまでだ。ガードされるし。どうだ。これまでだ。
あ、時間内に倒すっていうことだったのか。全然時間見てなかったわ。そういうことか。失敗した、失敗した。もう一回やりたい、もう一回やりたい。一度ワールド出ないとダメなのかな。よし、はいだ。あれ、リクももうドロップしそうな気がするんだけど、その前にね、アビリティリンクってどこだ。スピリットか。リンクポイントがだいぶ溜まってそう。あ、そう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 、これね、そう、リーフベールがついにあのケアルとかケアル系の魔法を打つときに無敵になるってやつ。クラウドモードなんで重要ですよね。回復してる瞬間に殺されるなんてたまったもんじゃないので重要で、あとはコンボプラスまだ覚えられない。ガードアップ、タイムボム、なんだこれ。アタックヘイストは大事だな。ファイヤーガード、サークルレイド、アタックヘイスト、ちょっと足んねえな。アタックヘイストかな。で、次がアタックアップを覚えたいかな。あと3だね、アタックアップが。で、デッキコマンド、確かこの間ケアルラ、そういえば覚えたような気がするんだよな。あった、ケアルラにして、コンフュタイムボム、近くの敵にカウントダウンが始まり、ゼロになると周囲の敵を巻き込む爆発。タイムボムってやつにしてみる。まあまだケアルラ使うほど HP 高くないと思うんだけど。これまでだ。タイムボム。え、なんか出てる。あと5秒、やばい、また中途半端なところで寝るぞ。あー、はー、はい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 、さあそらへん、今度こそ空もあれか、ケアレラとか装備した方がいいかな。はい、
ワンダニアは両方使ってるので、リンクしてるのはリーフベールもしっかり覚えてると思います。あれはオートアビリティっていうか勝手に発動してるので、多分わざわざセットする必要もないと。おわ、食らうのかよこれ。スピリットを全て倒すとフリーフローアタックで3回以上ダメージ。これは得意なやつでしょう。これで終わりじゃん。ふぅ、これなら大得意だよ。一番よく使うしね。スペシャルケーキ。ん？何これ、浮いてるけど取れない。あ、お前か、お前かよ。どうだ、こいつ強えんだよな。わ、ブリザードブレードが強かった。こいつ化けてんのか、マニーとかプライズに。さあ、ダックダイブが本当強えんだよ。壊れた。Yeah.
右かな。下向きな幻想さ、何もなしと行けそうなんだけどな。陸編だったら行けたのかな。まだ続くのか。セーブポイント、ボスっぽい雰囲気だね。なんか こんなとこ、あれ、こんなとこにいたようなとこなかったっけ。キングダムハーツのあのハロウィンタウンとこら辺にこんなとこあったような気がするんだけど。隠れ家なわけね。隠し通路を見つけて先へ進め。よし、レベル13。え、何これ、骸骨。スピリットが何かに気づいたようだ。おう、なるほど。感じ。ガスを踏むと早くドロップしちゃうぞ。まあいいや、ちょっと先にあっちの方、あっちの方を見ていきたい。ああ、同じとこに出るんだ。そういうことか。あっちがあっちから行けってことか。おー、危ねえ危ねえ、落ちるとこだった、危ねえ。いけいけいけ。あ、もう落ちても大丈夫なのね。なんやこいつ、遊んでる。広くない？まためちゃめちゃ広いぞこれ。なんかあんなところにリングポータルがあるね。
当たんねえし。くらえ。ひたむきな無双。ホンダニャンのレシピ。ホンダニャン。いた。これか。これがなんか HD バージョンの新キャラとらしいですね。ホンダニャン。全然足んねえけど。まあ全然足らねえけどな。E フラワーが作れる。E。E フラワーだからランクも E なのか。魔法力、オールキュア。安定のポーション。そんなにね、ドリームイーター自身の性能についてはまだ必須ではないよね。はい、イーフラワーで。かける幻想。なんか作れる。カエルソルジャーランク C だって。スノカブト。あー、ちょっとひたむきな空想が足りないけど、絶対カエルソルジャーの方がいいじゃん。ヤギサイバー。独独三所、いろいろ作ってみようか。見た目かなりあれ。見た目がかなりあれ。名前の通り完全にポイズンとかだろうな。スノカブトランク D。使うかわかんないけどね。とりあえずいっぱい持っておこう。ヤギサイバーと、ヤギサイバーだ。カエルソルジャー。これさっき戦ったやつか。ちょっと色違う。でですよ、アビリティリンク。何を覚えるかが結局重要なんだよね。アタックヘイストとかはパーティーに入れてないと発動しないので、ケアルが覚えるじゃん。ワンダニアンって結構優秀だよな。
すごいよね、リーフベール、ケアルラ、ケアルガまで覚えちゃう。お化けピエロに関してはどれぐらい使えるのかまだ全然わかんないんですけど、アタックヘイスト、マジックヘイスト、バルーンラ、マジックアップ、悩ましいところだ。ちょっと気になるよね、カエルソルジャー初めての B ランクだし、パーティーに入れないとアビリティリンクが見れないっていうのがちょっと不便。ストライクレイド、ウォーターアップ、コンボプラス、ケアルアップ使えるね。ファイナルブレイク、なんかすげえ強そうな名前だけど、名前が気になる、名前だけでちょっと気になる。ファイナルブレイクちょっと気になるね、気になるけど、気になるけどね。イーフラワー、バインドガード、エスナ、ブリザラ、ブリザガ、はあ、魔法タイプなのね、イーフラワーくんは。今ね、アビリティ、悩ましいよね。このステータス系のやつって入れてないと使えないので、アタックヘイスト、アタックヘイスト、マジックヘイストは欲しいんですよね、最低限優先したいところなので。お化けピエロも何気に B ランクなんだね。今この子が結構コウモリバットが結構強、案外強いんだよね。 E ランクの割に強いんだよな。お化けピエロ抜くか、入れたばっかだけど抜くか。これちょっとカエルソルジャー育ててみようか。ファイナルブレイクってのが気になるしね。とりあえずこれで行ってみっか。うん、ほらこんなにコウモリバット入れるだけでこんなに覚えるからね。何かに気づいたようだ。それ。はっ。えいた。は。くらえ。た。た。た。えいた。おそらく先へ進む道。
だが僕は宝箱を回収したい。ダメージを3回以上受けないようにしよう。ドローは欲しいよね。いちいちマニーとかプライズ回収しに行くのがめんどくせえ。めんどくせえ。これがさっきのとこだね。回収し終えたかな。あれ、また外に戻ってきたぞ。お前か。とりあえずリンクポータルだよね。宝箱ないね。はい、20秒以内すべての敵を倒そう。え、どこ。え、いた。そこか。間に合わねー。これね、場所を見失うっていうところがね。もう一回やろ。宝箱なし。向こうか。向こうにある。ウォーターバレル。お久々にクマパンダが出てきた。あ、味方だよね。敵かと思った。よし、ファイヤーウィンド。ファイヤーウィンドってあれか。ブリザードブレード、ファイヤーウィンドにしてみよう。前進しながらキーブレードを風車のように回転させて攻撃します。フレンドポータル。どっかここ壁ぶち破っていくんだろうけど、どこだ。
またこの毒の霧はようだ。さよし、毒毒山椒のレシピさっき作った気がする。このワールド結構広い。ファイアウィンド使ってみよう。おお。セーブポイントちょうどいいな。もうここで多分これもボスだと思うんですけど、ここでもう入れ替わっちゃった方がいいかな。なんかいっぱい出てくる。ドロップポイントが美味しいんだけど。ああ。アタックブーストな。アタックブーストとエアリカバリー。これで。あれ、これどこで、あ、そうか、宝箱回収 しようっていうとこで終わったんだっけ。消えろ、これまでだ。ここは行ったよね。こんなところかな。というわけで今回の動画ここまでで終わろうかな。次回はこの続き、リクがクロロウハンジを探しに行くというところですね。それではご視聴ありがとうございました。